なんだって今どっちに繋がってんですか、確かに。はい、ということで今日は三上コーヒーの三上慎太郎さんに慎太郎さんを紹介します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、私三上さんめちゃめちゃ謎なんですけど、はい、まず経歴から教えてもらっていいですか。経歴から何から喋ればいいですか。あ、ちょっと待ってください。その前に、はい、三上コーヒーのなぜここで三上コーヒーを始めることになったのか。In English, please. とりあえずこれの紹介お願いします。マラージュースです。メニュー書いてないです。まかないなんで。まかない、まかないいただきます。はい、気まぐれキッチンです。間違いないです。気まぐれすぎ。今朝持ち帰りでアイスを持ち帰ってくれた子供さんがおられる。初だわ。お子さん来たんですか。子供さん、お子さんと隣のね、床屋さんに寄られて、お父さんとお母さんが一緒に帰ってくれた。それはもともと知り合いですか。そんなわけがない。この看板見てなんかね、隣の徳田さんいい人で紹介してくれるんですよ。さんに多分隣に喫茶店ができたと。よくわからない店ができたと。言ってあげてくれと。潰れてしまうと。潰れてしまう。あ、そう、三上コーヒーいつオープンしたんですか。6月10日でした。後見たら、後で見たら後で見たら、はい、どういうことですか。6月8日の夜に明後日オープンするかと思って、はい、オープンしますってフェイスブックに上げました。あ、見ました。で、多分6月10日に今日やってますってインスタグラムとツイッターに上げました。じゃあ6月10日。そう、2020年、激動の2020年。そうですよ。コーナーフィールド、そうです。真っさだ中、真っさだ中、はい、真っさだ中で、もうタイミングがいいのか悪いのかっていう。続けて。三上コーヒーなのにコーヒーを出してないっていう。出してますよ。めっちゃ出してますよ。コーヒー豆です、はい、あ、コーヒー豆の、はい、あの紹介を、はい、そう、私コーヒー苦手で飲まなくて。まだ早いね、年齢的には。全然わかんなくて、良さというか、うん、コーヒーの深い話がお願いします。わかる方が いると思うんで。まあ、コーヒーは古来よりね、嗜好品として楽しまれてるものが一つで、まあ、他にタバコとかね、お茶とか飲んであるじゃないですか、はい、そういったものの一つですね。嗜好品、嗜好品、主に海外で栽培されているので、コーヒーも日本ではほとんど一部を除いて栽培されておりません。はい、そうなんですか。なんでですか。気温が足りないことと霜が降ることです、おそらく。暑いとこでしかできない。熱帯とか赤道付近をコーヒーベルトって呼ばれるんですけど、うん、その付近じゃないと基本的に良質のコーヒー豆は取れないと言われています。昔植民地であった地域も結構あるんですけど、ね、そういうところで海の外から侵略者が来て、栽培進んでるらしい。がっつり言うとね、ざっくり言うとそうなります。で、まあヨーロッパの人とかも楽しめると、はいはい、作らせてる。明るい話とかいう話があるので、コーヒーにはお酒もそうですしね、やっぱり。あ、そうなんですか。品種の時代もあったじゃないですか。そうなんですか。コーヒーが禁止っていうのはちょっとわかんないですけど、はい、うん、なんか歴史的にね、やっぱ関わってきますよね、嗜好品って。歴史的に。で、まあ20歳を超えたあたりからやっと人間の舌って苦味を旨味と考えてくるので、ああ、ちっちゃい頃ってやっぱ害があるんですよ、苦いものって。あ、そうなんですか。薬もまあ苦いですけど、酸っぱいものって腐ってるものが多いじゃないですか、はい、だからちっちゃい子に酸っぱいもの食わせるシューッていう顔をするんで、はいはいはい、
まあそういうことですよね。でだんだん年を取ることによって味覚って変化してるんですよ。ああ20代の前半が一番味覚は整っているというのが感じて、でそこからコーヒーを皆さんに飲まれるはず。20超えたんですけどね。まあまだ僕も23から飲んでますからね。あれ23からコーヒー業界に入って、えもうその時はもちろん飲めるようにコーヒー業界に。いやどうなんだろう、え飲めないのにコーヒー。就職先に自家焙煎の東京都の新宿駅の喫茶店があったんですよ、うん、で就職したんですけど、就職理由、まあ願書を出した理由が結局ちっちゃい頃に母親と喫茶店に行ってた記憶が多分あったんですよね。でそれぐらいしか思い出なかったんで、ちょっと喫茶店いいなって思って、肉とか食べれたしなって思って、喫茶店に行って、そうそう、で入った。その理由初めて聞きました。うち家族の縁が薄いんですけど、その中でそんな数少ない思い出の中で喫茶店があったと。真面目に話すと悲しいなこれ。っていう深い理由なんですけど。なるほど。多分5、6人には話をしてる。うわ入らなかったその5、6人に。そんな話が、まあコーヒーの業界だと100年以内でも老舗って呼ばれるので、旅館とかと違う、お茶屋さんとかと違う、まあ本当に古いところでしたね。喫茶店は実家の近くですか？行ってたのはうちの母親の実家が湯の津っていう海の近くだったんですよ、はい、そこって僕の本当の生まれた家から1時間半から2時間かかったんですよ。だから行きがけにね、喫茶店に寄ってくれたんですよね。あ退屈じゃないですか。田舎の山道、まあ昔だしね、より退屈だったんですよ。どこの喫茶店寄ったかちょっとわからないんですよね。喫茶店に寄ったっていう記憶がありましたね。すごい、なんかいい思い出。なんかいろいろ気を使ってたんでしょうね。気を使疲れてるかなって。まあ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 、いろんなね。そうなんですね。まあそういう感じでコーヒー業界に、で最初のところに1ヶ月半ぐらいいたんですけど、まあ、体壊してしたんですよ。まあ飲食業ってメンバー少ないですからね、限られた人数で仕事をしてるので、うん、でいろんなところを飲食店転々とするようになりました。ああなるほど。面白いですよ、人の会社。人の会社多分最初のところ以外は全部ねアルバイトで入ってる。え、全部コーヒーですか？ケーキ屋と証券会社と、はい、喫茶店と、はい、あとなんだ、喫茶店みたいなチェーン店みたいなちょっと大きいところがあったんですけど、はい、めっちゃ行ってるじゃないですか。そう、たまたま親族が重役やってる関連の会社に入った時が一回あって、逆に気まずいわって思ってスタッフさんと話をして、じゃあそこでコーヒーの入れ方を全部学んだみたいな。最初のところが一番、まあ、初心者だったし、勉強させてもらったと思います。で当時5年勤め上げたバイトさんがおられたんですけど、はい、今も仲良くしてて、一緒に福岡旅行に行ったことがあるんですよ。俺は島根県にいて、その人は東京生まれで東京育ちで東京なんですけど、はい、福岡で合流して、LCC で行くからで一緒に3日間ぐらい回ったのかな、ゲストハウスとか。ゲストハウス個室ですよ、寝たいから俺たちは。さすがに共同じゃなくて、割と有名なところが、すごい仲いい、仲いいし、いや今もそう、いや三上さんの人脈がすごすぎて、仲いい人いっぱいいますよ。一応でもどうやったらそんだけ人とずっとつながれるのかっていう、友達いないけどね。ちょっと意味